ますよ。ポーランドとそのアイヌのその2つ の民族が一つの、ね、まあ、講演をするわけですね。ポーランドの民族学者 のブランシュラ・ピュスキーが政治犯というようなことから流刑されたわけですね、当時のカラフトで。そこで、まあ、アイヌをはじめ先住民族として出会って交流しながら、まあ、研究も進め、そして、まあ、アイヌの女性と、まあ、結婚にまで至ったわけですね。まあ、歴史的なことをポーランド民族とアイヌ民族との、まあ、関わりがあったわけです。アイヌ文化が限られた形でのその紹介、日本ではね、そういった紹介になっていますけれども、ヨーロッパの先進的な劇団ともね、共演できる、そういう可能性も含んでいる。アイヌの文化ってもっともっと無限の可能性があるってことをね、この講演を通して知っていただければ幸いだというふうに思います。